軍事革命は16世紀から17世紀にかけて起きた軍事戦略、戦術における一連の根本的な変化が政府と社会に対して大きな永続的な変化をもたらしたという理論である。この理論は歴史家マイケル・ロバーツ1950年代に暗出したものである。彼は1560年から1660年のスウェーデンに注目し、 傾向可能な火器の導入によって引き起こされたヨーロッパの戦争方法の大きな変化を見出した。ロバーツは軍事技術の進歩をより大きな歴史の流れと結びつけたのである。ロバーツの軍事革命の命題には4つの鍵となる要素がある。戦術、戦略、軍の規模、そして社会、政治的な影響である。この流れは戦術の革新に始まる。 1590年代にオランダのマウリッツが古代ローマの軍事戦術にヒントを得て、不評の王対戦術、特に銃兵の一斉射撃を編み出した。その後、30年戦争でスウェーデン王、グスタフ・アドルフが不評の王対と軽快な野砲と騎兵突撃の衝撃力を組み合わせた。これらの新戦術はそれまでよりも連度の高い軍隊を必要としたので、 より多くの訓練とより多くの士官が必要で、高級的な常備軍が必要となった。戦略的な転換は二つ目の要素であり、戦争の各陣営がより大きな戦略目標の達成のために、複数の軍を動かすようになった。三つ目の要素は、軍の規模の急速な拡大である。このような大規模で、高級的で、プロフェッショナルな軍隊を支えるため、行政能力と、 財政能力の両面で前例のない負担がヨーロッパの各政府にのしかかった。軍事的な必要性に追い立てられて、君主たちはその地下の臣民の生活に対して強く干渉するようになった新たな行政機関が生まれ、軍を維持し管理するとともに兵団を支えた。近代化された戦争の負担にも耐えられるだけの資金を確保できる大規模な政府のもとに、 暴力装置は集権化されていった。これらが近代主権国家を創造したのである。1990年代にこの概念はジェフリー・パーカーによって修正及び拡張された。パーカーは追記術と工場戦技術の進展が革命を引き起こしたと主張した。パーカーはまたヨーロッパの軍事革命こそがヨーロッパ諸国に大きな力を与え、 比較的小規模だったはずのヨーロッパ勢力がアメリカ大陸、さらにはアフリカとアジアの大部分をも征服することを可能にしたと主張した。一方でパーカーの主張はケンブリッジ大学の政治学者ジェイソン・シャーマンによって批判されてきた。軍事革命の概念については歴史家の間でも様々な意見が出続けている。著名な軍事視野のマイケル・ダフィーとジェレミー・ブラックは この理論を強く批判し、誤解を招くもので、誇張され単純化されすぎたものだとした。ロバーツが最初に1955年に、軍事革命の概念を提案した。その年の1月21日に、ベリファストのクイーンズ大学で講演を行った。これは後に、ザミリタリーレボリューション、1560-1660として出版され、50年にわたって、 歴史学会での議論を活性化させ、その概念は継続的に再定義され、挑戦されてきた。歴史家はしばしば、ロバーツの理論に異議を唱える。だが同時に、ヨーロッパでの戦争方法が近世もしくはその近い、年代で大きく変化したという彼の基本的な提案には普通は同意している。ロバーツは、彼の軍事革命を1560年から1660年頃と、 し、ますます効果的になった火薬兵器を利用するための応対戦術が開発された機関と位置づけた。しかし、その年代は多くの学者からの意義を呼んできた。アイトンとプライスは14世紀初頭に起こった不評革命の重要性を指摘している。デビット・エルティスは火薬兵器に起きた本当の変化とその変化に応じたドクトリンの聖地化は ロバーツの言う16世紀後半でなく16世紀前半に起きたとした。逆に軍事的変化はもっと後の年代に起きたとする立場を取る者もいた。ジェレミー・ブラックは重要なのは1660年から1710年の期間であると考えた。この期間にヨーロッパでは軍隊の規模が指数関数的に拡大している。一方、クリフォード・ロジャースは 軍事革命は異なる期間に次々に起きたとした。最初は14世紀の不評革命、次に15世紀の砲兵革命、3番目に16世紀の要塞革命、4番目に1580年から1630年の夏季革命、最後に5番目の革命である軍の規模拡大を置いた。同様にジェフリー・パーカーは、 軍事革命の期間を1450年から1800年に延長した。この期間はヨーロッパ人が世界の他の地域を征服していく期間でもあった。これに対し一部の学者は4世紀もの長期にわたる進化を革命と呼んでいいのかという点に疑問を呈した。クリフォード・ロジャースは軍事革命は断続平行説の概念と極めて似ていると示唆した。 これは急速な軍事革新の短期の爆発的変化と、それに続く比較的停滞の期間を意味する。16世紀オランダのマスケット銃兵火器の導入によって復活した古代のパイク兵の法人にマスケット銃兵を組み合わせることになった。野戦の様相は銃の普及によって革命的に変化した。個人の武勇は銃の威力で上書きされた。 15世紀と16世紀、パイク兵の法人が、戦場の騎兵の価値を大幅に引き下げた。しかし、1512年のラベンナの戦いで、示されたように、法人は、野砲の砲撃や、小銃の射撃に対しては脆弱だった。そこで、銃兵が、パイク兵の法人に導入されたが、当初その割合は1、3だった。その後、銃兵の割合は大いに増え続けて、 1650年頃には4、1にまで達していた。当時の銃の発射速度は非常に遅く、よく訓練された銃兵でも2分に1回の発砲が限度だった。これでは、騎兵の突撃を受けた場合、有効な一斉射撃は1回しか行えなかった。このため、パイク兵が銃兵を守る必要があった。1590年から1600年の間に、 ネーデルラント連邦共和国の軍隊は、古代ローマの不評戦術の研究にヒントを得て、敵を食い止めるための連続的な火力発揮を可能にする戦術改革を行った。銃兵を薄い王体に配置し、最初の大隊が発砲すると、次は2番目の大隊が発砲し、と、これを繰り返して、10番目の大隊が発砲すると、最初の大隊は、再装填を終えて、 発砲準備ができていた。こうして埋め出された薄く広い不評隊列は防御的な配置には理想的だが攻撃的な軌道には不向きだった。間口が広くなるほど秩序と統制を維持したり戦術軌道、特に旋回を行うことが難しくなる。ティリーによって使用されたような突撃隊列が実際には素早く柔軟なことをグスタフ・アドルフは熟知していた。 このスウェーデン王は必要に応じて、ある手別手の戦いのようにそれを利用した。確かに軍隊はより薄い隊列を使い始めたが、それはゆっくりとした進化だったし、戦術的な必要性が優先された。下記は未だ軍隊の隊列のすべてを決定するほど強力ではなかった。他の要素、例えば部隊の経験であるとか、任務とか地形とか、 戦力不足の舞台で必要な長さの戦線を埋めないといけないなども重要だった。応対か渋体かの論争は18世紀のナポレオン時代まで行われ、ナポレオン戦争後期の戦役では、重烈への一時的な逆転現象も起きた。皮肉なことに、騎兵の重心の削減は、グスタフ・アドルフによって導入されたより永続的な変化だった。 ピストル射撃への依存度が低いことと関連して、ロバーツの主張する傾向とは逆に、火力よりも衝撃力を優先するためのものだった。15世紀後半に起こったもう一つの変化は、古いスタイルの要塞を非常に弱体化させた工場兵器の改良だった。しかし、後位戦における工場戦術の派遣は、それほど長くは続かなかった。フィリップ・コンタミーヌが指摘したように、 すべての時代に見られる弁償法的プロセスによって工場戦術の進歩は追記術の進歩によって抑え込まれその逆も同様だった1494年のシャルル8世のイタリア侵攻は工場兵器の有効性を示したしかし16世紀初頭までにこの地域では砲撃に対抗するために特別に設計された要塞が出現し始めていた15世紀の 砲兵革命の完全な影響は、イタリア式追記術、つまり、ホルイト両方式上核によって、かなり急速に鈍化した。しかし、強力な工場部隊を保有することによる、軍事上の優位性は、15世紀後半に、ヨーロッパのいくつかの国家で見られた王権の強化に、少なからず貢献した。ロバーツの王体戦術の概念は、初期から、若き歴史家。 ジェフリー・パーカーに批判された。パーカーは、ならばなぜ古いスペインのテルシオが、スウェーデンの王対相手2634年の、ネルトリンゲンの戦いで勝てたのかと問うた。パーカーはその代わりに、重要な発展は、近世ヨーロッパにおける、イタリア式、追記、つまり、両方式上格の出現であると示唆した。この見解では、そのような要塞を攻略することの困難さが、 軍事戦略に大きな変化をもたらしたとする。戦争が一連の長期にわたる工場戦になったとパーカーは指摘し、野戦軍同士の戦いはイタリア式要塞が存在する地域では無関係になった。最終的にパーカーは軍事地理、つまり特定の地域におけるイタリア式追起の存在、または不在を重視し、それが近世初期の軍事戦略を形作り、 新式の要塞を行為するために、そしてそれを守備するためにより大規模な軍隊の創設につながったとする。このようにしてパーカーは16世紀初頭に軍事革命を誕生させた。彼はまたこの軍事的変化が国家の拡大の要因だったにとどまらずヨーロッパが他の文明を超える拡大は果たした主因だったともした。このモデルはいくつかの理由で批判されている。 ジェレミー・ブラックは、軍隊の規模の拡大を可能にしたのは国家の発展であり、その逆ではなかったと指摘し、パーカーの主張を技術的決定論と断罪した。また、軍隊の規模拡大を説明するために、パーカーによって提示された数字は、一貫性が欠如しているとして、デイビッド・エルティスによって厳しく批判されており、デイビッド・パロットは、イタリア追記術の時代に、 フランス陸軍の規模は特に顕著な拡大を見せていないことを証明した。さらに、30年戦争の後期には、軍内での騎兵の割合は増加しており、これは後遺戦の必要性によって、騎兵の重要性が低下したとするパーカーの説とは対象をなす。騎兵突撃に備える、超装兵の法人15世紀末のプレートアーマー。 右胸にランスレストが設けられている何人かの中世、専門家は14世紀の早い段階で起こった不評革命という概念について詳しく述べている。いくつかの関連する戦い、金白者の戦い、バノックバーンの戦い、またはハルミロスの戦いなどで銃騎兵は不評に敗れている。しかしながらこれらすべての戦闘は、 騎兵が敗北した14世紀と15世紀の他の戦闘と同様に、騎兵には適さない荒れた地形において、不評が残酷を張ったり配置されたりしたことが指摘できる。実際、それ以前でも同様の状況、例えば1176年レニアーノの戦いでは、不評が勝利を収めていた。しかし、例えばパテイの戦いやフォルミニーの戦いで示されているように、 開括地は不評にとっては依然として最悪で、強力なイングランドの超級兵すら、簡単に騎兵に蹂躙された。しかし、金白社やバノック・バーンのような戦闘の経験は、無敵の騎士の神話が消えたことを意味し、それ自体が中世の戦争を変えるために重要だった。キャリーが命名したように、より多くの実態が、重不評の復活を支持する。長創兵は、 他の不評とは異なり、重機兵に平地で対抗することができた。訓練と規律を必要とするが、それでも訓練の必要度で言えば、伊手や騎士よりもはるかに低かった。重装甲の騎士から不評への切り替えにより、軍隊をより早く訓練できるようになり、より大量に雇えるようになったため、15世紀後半から軍の規模を拡大することが可能になった。しかし、 その変化は、ゆっくりしたものだった。15世紀に人と馬の両方にプレートアーマーが完成され、より重い槍を固定できる、装具代却後の追撃戦は、効果的に遮断されるか、追撃側の騎兵によって実施されるかだった。16世紀には、より軽量で安価なプロの騎兵が登場し、陸軍の騎兵の割合は、実際には増加し続けた。その結果、 30年戦争の最後の戦いでは、封建時代の比率と比較すると、不評でなく騎兵が増えていた。軍隊の規模の拡大と近代国家の発展への影響は、軍事革命理論の重要なポイントである。異なる時期の軍隊の規模を調査するためのいくつかの情報源がある。その性質上、利用可能な中では、客観的な情報源である。ナポレオン戦争以来、 ヨーロッパの司令官は自分の部隊の定期的な兵力の報告を得ていた。これらの兵力報告書は19世紀と20世紀で行われた戦争研究の主な情報源だったが問題がないわけではなく、軍によって効果的な戦力は様々な方法でカウントされ、場合によっては上司に迎合するために指揮官によって報告書の数字が水増しされていた。 もう一つの情報源は、招集要請、つまり、兵役準備の整った人員の否定期的な人数報告である。招集要請は19世紀以前の軍の兵力の主要な資料だが、その性質上、継続性にかけ、長期間の分析には適していない。しかし、それらはその期間の最も信頼できる情報源であり、軍の兵力と、 その変動の全般状況を提供する。第3に、給与は別の情報セットをもたらす。これは、軍のコストを研究するのに特に役立つが、支払いを示しているだけで、本当に勤務している、兵士数を示すわけではないので、招集要請と比べると信頼度では劣る。19世紀以前、部合を稼ぐために士官によって、幽霊兵士が登録されるのは、 非常に一般的な出来事だった。最後に、戦力を記載しない部隊の一覧である、戦闘序列オーダーズ・オブ・バトルは、16、17、18世紀では非常に重要である。かつて、軍は永続的に部隊を配備する組織を書いていたので、通常の戦闘序列とは、部隊を持つ指揮官の列挙で構成されていた。古代の例外は、初期から、 かなりの軍事組織を発展させたローマ軍である。ただし、部隊というのは戦闘中だけでなく平時でさえ、完全に充足された戦力であることがほとんどないので、戦闘序列は、兵数の信頼できる、情報源ではない。現代の歴史家は、利用可能な大量の管理文献を資料として、利用しているが、昔は、そんな便利なものはなかった。近代以前の書き手は、参照した。 文献名を挙げずに執筆していることが極めて多く、実際に管理文献を使用していることを確認できるケースはほとんどない。敵軍についての記述ではそれは特に当てはまる。前近代の歴史家に関してはさらに多くの問題がある。敵の兵力を増やすことはいつの時代も好まれる宣伝手法の一つだったので、当時の報告書には極端なバイアスが含まれている。 可能性がある。バランスの取れた説明を提示した場合でも、多くの歴史家は軍事経験がなかったため、情報源を適切に評価して批評する技術的判断が欠けていた。一方で、同時代の歴史家は貴重な当事者の談話を直接聞くことができたが、数値については極めて不正確だった。歴史家は、序実資料は、 数字の点で非常に信頼できないと考えている。従って管理文献を使える近代の数字と、それがない全近代の数字との比較は非常に困難である。軍全体、つまり特定の国に属する軍のすべてと特定の戦役で単一の部隊として移動できる戦術単位である野戦軍とは別々に考える必要がある。軍全体の規模の拡大は、 軍事革命の重要な問題として何人かの学者によって検討されてきた。二つの主要な論文があり、17世紀から18世紀の経済的及び人口統計的成長の結果か、同時期の政府の拡大と中央集権化のいずれかが主な原因と考えられてきた。しかし、一般的な主張に反対する人もいる。例えば、IA トンプソンは、 16から17世紀のスペイン軍の規模拡大が地域の反乱に対する中央政府の弱体化とスペイン経済の崩壊とにどう影響したかを指摘している。一方、サイモン・アダムスは17世紀前半にそのような規模拡大があったかどうか疑問だとしている。規模拡大がはっきりしているのは17世紀後半、諸国が30年戦争が終わるまで続いていた。 傭兵的な仕組みへの依存を離れ、政府が直接に軍隊を重保して武装させるようになってからである。この時期を通していくつかの国で組織化された地方的な、そして地域的な軍政は、国の軍隊の基盤となる人的資源の拡大に貢献した。にもかかわらず、依然として外国人傭兵もヨーロッパ諸国の軍隊において、かなりの割合を占めていた。これは歴史を通して、 主に兵糧の供給という平坦上の制約によるものである。17世紀なカバまでは基本的に軍隊は土地に縛られていた。補給線というものはなかった。軍隊とは補給源に向かって移動し、その動きは多くの場合、補給事情によって決定された。交通が良好な一部の地域では長期間にわたって大規模な軍隊を支えることができたが、 これらの十分な補給のある地域から移動すると、依然として、食料確保のために分散する必要があった。ほとんどの時代、野戦軍の最大規模は5万人未満である。この数字に関する兵力の報告は常に、信頼できない、序実資料からのものであり、懐疑的に見なければならない。17世紀の後半で、事情は大きく変わった。陸軍は補給船で結ばれた。 補給拠点のネットワークを通じて補給され始め、それにより、野戦軍のサイズが大幅に増加した。18世紀から19世紀初頭にかけて、鉄道が登場する前に、陸軍の規模は10万人を超えていた。テクノロジーに基づいて、軍事革命が起きたとする理論は、新しい理論モデル、組織や、指揮統制や、 平坦やその他の非物質的要素はよりゆっくりと進化したとするモデルに道を譲った。これらの変化が持っていた革命的な性質は長い進化の果てにヨーロッパが卓越した戦争能力を手にしたことで初めて目に見えるようになった。産業革命によってそれは確認された。一部の歴史家は近世初期の軍事革命の存在に意義を唱え始め別の説明を提案している。 理論の最も過激な修正主義者の見解は、それが、近世の軍事開発と西側の覇権の台頭を、説明できないと考えている。修正主義の歴史化の新しい波は、軍事革命の考えを完全に拒否し、中世後期から近世の時代にかけてのヨーロッパの戦争の戦術的、作戦的、技術的側面の前進的かつ、不均一な変化の綿密な分析に基づいている。 ヨーロッパのみならず、非正欧諸国、すなわち日本、韓国、ムガール帝国、及びオスマン帝国などでの軍事史の分析もこの考えに寄与している。ありがとうございます。